書道ボーイズ俺たちの甲子園。それではただいまから上映いたします。スクリーンにご注目くださいませ。失礼します。はじめまして。今日からこの高校に赴任してまいりました川藤です。よろしくお願いします。いやお待ちしてましたよ川藤君。校長の阿部です。期待してるよ。はい、お願いします。我が校は部活動が盛んでね、川藤君にもどこかの顧問になっていただきたいんですが、どっか希望の部活はありますか？この町は書道が盛んと聞いておりますので、ぜひ書道部の顧問にお願いします。書道部？書道部はやめておいた方がいいよ。なぜですか校長？いや、君がそこまで言うのなら。ありがとうございます。では早速書道部に行ってきます。失礼しました。どうなっても知らないよ。この書道部の顧問になった川藤だ。何やってんだお前ら。おおお、お疲れ。何やってんの。何もしてへんって。うちの部は見ての通りだよ。活動なんてしてないし、先生違う部の顧問になった方がいいよ。三ヶ島、じゃあなんでお前は書道部に入ったんだ。書道がやりたいんだろ。もう書道なんてどうでもいいんだよ。おい三ヶ島、甲子園行きたいんだろ。先生、先生、先生、あのね。なんだ。またみんなと甲子園目指したいよ。うちの部にはもう一人部員がいるんだ。青木亮太って言うんだけど、ものすごい昇格ってこの辺でも有名だったんだ。有名だった？
足を怪我しちゃってね、あれ以来書かなくなったんだ。あいつがいればこうしてもイメージじゃないよ。青木亮太か。よし、先生に任しとけ。先生、誰やてめえ。青木高校書道部顧問加藤だ。ちょっと待て。話せよ。俺はもう書道なんてやめたんだよ。じゃあこれは何だ。それはまだ諦めてないんだろ。書道がしたいんだろ。もう思うように書けねえんだよ。一人で背負い込むな。お前には同じ夢を持つ仲間がいるじゃないか。よったお前ら、みんなで一緒に甲子園目指そう。仕方ねえな、暇だから付き合ってやるよ。甲子園に行くための最大の敵はあの高校だな。横尾女子校。起立。お願いします。お願いします。今年も絶対甲子園行くよ。気合い入れなさい。はい。練習続けなさい。はい。今年もケネカがいれば絶対優勝よ。そうよね。そういえば今年は青木高校が出るって言ったわよ。え、青木高校ってあの伝説の所属がいるってとこ。彼なんて名前だっけ。りょうたよ。彼かっこいいのよね。ダメよ、私狙ってるんだから。何言ってんのよ。私狙ってるんだから。え、ケテ君あなたも狙ってるんじゃないでしょうね。りょうた、誰それ、知らない。はい、死後しない、集中しなさい。
なしがらみを抱えて叶えたい夢に向かう途中まだ得ない夢を掴みたくて歯を食いしばって顔を合わせ何にクソ負けるかと心決め少しずつ前へ進めばいいいつかは咲かず大輪の花今はどのでもひたすら胸に手を当てがって全てやれてるかい最高勝者君を横尾女子高校それではただいまより決勝戦を行います明日今日より どうしちゃったの？ちょっと気にすんよ。